雪降ってきちゃったね。あれだだだ。もう本当ぐるって回るだけでいいんで、ぐるって回るだけでいいんで。うん、人も少ねえし。こっちから行く？ほう。これ突っ切っちゃうか。うん、ここに一応神社あるんだよな、ちっちゃい。うん、まあね。あの噴水もあったし、お山の公園もなくなっちゃったんだね。うん、まあいいんじゃない。うん、まあいいんじゃない。うん、うん、これ凍ってるわけじゃないんだ。雪降ってきたね。あ、でも親父くんの着てるから寒くないよ。うん、うわ、これ滑りそう。滑りそう、この山。登りたくなるのが私ですよ。私登ってみよう。あれはツルツル滑るぞ。で滑るだめ。あ、いけそう、いけるかも。ああ、ダメだった。ダメだった。こんな感じだっていいね。うん。まあいいんじゃない。スキー選手でしょ。e スポーツに力入れてんでしょ、あの人。出てきたぞ。びっくりしたもん、と思って。アピナのところにデカデカ出てたよ。e スポーツに力入れてます、長野って。いや、ゲームだよ。ゲームの大会。うん。ゲームの大会に力入れてますっていうことで。私たちの時はこの道しかなかったんだ。城山小学校じゃねえ、公園。あ、やっぱそうなんだ。ほうほう。城山公園は犬の散歩。あ、やば、これ、あ、いいな、これ。寒かったね。結構寒いね。うん、やった。あ、ちょっとちょうどいい寒さだな、今日。うん、雪が降ってるだけで。ただこれ夜寒いだろうな。そうだよね。丸っこい山のあれでしょ、山の公園でしょ。
さすがには噴水は出ないでしょ。ここ水出るんじゃないの？さすがに出ないでしょ、この季節は。うん、今は出ない。出たら、出たらもう罰ゲームだよ、罰ゲーム。だね。雪だるまあるじゃん。え？そうだったんだ。本当にいたの？本当に変なやつなんていたの？ああ。はいはい。お頑張り屋とは。あ、本当だ。あ、消えたね。これ？まあいいや、あとセミ。どこに？まあいいや。入ってたんだ。あ、これ一個マスカじゃん。あ、いいわ、後で1個混ぜばいい。これ城山小学校でしょ、多分。この美術館の中にあるはずだよ、ちょこっとした。やってないんじゃない、これ。人いないよ、誰も。ほら、開いてないよ、これ。うん、開いてない、開いてない。危な、無駄足になるとこだった。今日やってないね。残念。明日も変わんないよ。変わんない変わんない。あ、今日人少ないのかな。うん。よかった。越年ってわかる？知らない。年って書いて越年ってわかる？うん。それとか、だから31日のことだよね。31日、1日、2日ぐらいじゃないかな。行こう。ほら、おって立ち上がったじゃん。なんかこんなピューピューって音じゃなくなったんだね。ね。あ、ここ藤が残っちゃったんだね。あらあら。もったいない。何が？あ、じゃああれ。お財布携帯になってんだよ。うん、そうそうそう。何が？まあいいや、後で行こう。いや、1月4日、あ、今日4日か。やってる、やってるじゃやってるね。うん。あ、でもやっぱ人いるわ。人はいるね。人はいるね。え？ハルキオ。ん？あ、ここか。いやー、立派だね、やっぱ。うん、誰？ほう。うん、うん。